マタイによる福音書第25章31節から、人の子が栄光の中にすべての御使いたちを従えてくるとき、彼はその栄光の座に着くであろう。そしてすべての国民をその前に集めて、羊飼いが羊とヤギとを分けるように彼らをより分け、羊を右にヤギを左に置くであろう。その時王は右にいる人々に言うであろう、私の父に祝福された人たちよ、さあ世の初めからあなた方のために用意されている御国を受け継ぎなさい。あなた方は私が空腹の時に食べさせ、乾いていた時に飲ませ、旅人であった時に宿を貸し、裸であった時に着せ、病気の時に見舞い、獄にいた時に訪ねてくれたからである。その時正しい者たちは答えて言うであろう、主よ、いつ私たちはあなたが空腹であるのを見て食物を恵み、乾いているのを見て飲ませましたか？いつあなたが旅人であるのを見て宿を貸し、裸なのを見て着せましたか？またいつあなたが病気をし獄にいるのを見てあなたのところに参りましたか？すると王は答えて言うであろう、あなた方によく言っておく、私の兄弟であるこれらの最も小さい者の一人にしたのは、すなわち私にしたのである。それから左にいる人々にも言うであろう、呪われた者どもよ、私を離れて悪魔とその使いたちとのために用意されている永遠の火に入ってしまえ。あなた方は私が空腹の時に食べさせず、乾いていた時に飲ませず、旅人であった時に宿を貸さず、裸であった時に着せず、また病気の時や獄にいた時に私を訪ねてくれなかったからである。その時彼らもまた答えて言うであろう、主よ、いつあなたが空腹であり乾いておられ、旅人であり裸であり病気であり獄におられたのを見て、私たちはお世話しませんでしたか？その時彼は答えて言うであろう、あなた方によく言っておく、これらの最も小さい者の一人にしなかったのは、すなわち私にしなかったのである。そして彼らは永遠の刑罰を受け、正しい者は永遠の生命にいるであろう。